ずこちゃん。ほら。私のうちは5人兄弟だけど仲良しだ。こう来ないみたいよ。全然食事しないって里の人が話してた。何か持ってきてるのかしら。え、おにぎり見てたらね、またお腹空いてきちゃったの。みんなには内緒よ。うん。5年分、10年分の修行に匹敵する。今の炭治郎くんは前よりももっとずっと強くなってる。